何からいこう。これ一口目大事ですよ。これがあの鳥皿にしましょう。みんなの鳥皿。あ、わかりました。食べちゃいましょう。どんどん食べちゃう。はい。え、いいんですか？うわ、ローストビーフだ。ローストビーフやばいですね。はい、お高級じゃないですか？お高級ですよ。これ1500円ぐらいしました。マジですか？高いですよね。いただきます。ちょっとください。うん。私も餃子いきます。これだ。美味しいですね。うん。ペロちゃんってウーバーイーツでなんか配達してるじゃないですか。そのきっかけって何だったんですか？きっかけ、動画にできそうかなっていうのもあって、ウーバーイーツの動画やってる人いて、なんか面白そうだなっていうか、こんな感じなんですよね。聞いてますかね。いろんな仕事したいなと思って仕事したんですね。まあまあまあ、そう、ざっくりそんな感じになりますね。どうですか、ウーバーイーツやってみたいと思いますか？本当に何でも面白くないですか？自分の好きな時に始められて、好きな時にお仕事お疲れ様って終えることができるじゃないですか。隙間時間を有効活用することで、効率的にお金を稼ぐこともできるし、普段運動不足だった人とかだと、自転車でこうやって稼働することができるんで、ウーバーイーツって有効的な新しいこの次世代の仕事だと思うんですよ。なんでそんな詳しいですか？私が言うべきセリフじゃないですか？なんでそんな知ってるんですか？あ、そうですか？でも配達員と言ったら、私も配達員的なことはしてたんですよ。え、そうなんですか？新聞配達。本当ですか？昔してたことあって。はい、どうぞ。走ってです。いや。本当ですか？それ一気に嘘くさくなりましたけど。高校生の時やってましたよ。ガチですか？新聞配達。リアルに。ダッシュで。どうでした？ちなみに。しんどいかと思いましたね。結構しんどいですか？うん。朝起きるのがとかですか？朝起きるのもそうだし、うん、寒くて。新聞配達はやったことないですね。新聞配達もあるし、うん、ポスティングもやりましたね。ポスティング？あ、広告？あれ入ってたら破りたくなるぐらいイラつきません。ゴミ入れんじゃねえって、うん、やってました、仕事。いや、あれどういう報酬システムなんですか？私は三井住友の広告をやったんですよ。報酬制ですね、完全に。何枚配っただったんですか？1件、なんか2円とかわかんないですよ。あ、でもそれだったらなんか広告入れないで捨てちゃえみたいな、ならなかったですか？ちゃんとチェッカーみたいな人が行くんですよ。そんな労力いらなくねと思うんですけど。だって、世の中には、え、これいるっていう仕事ありません？パイナップルの芯をひたすら抜く仕事やったことあったんですよ。なんかそれは。ひたすらこうやって、スパーンで抜くんですよ。私それやってたんですよ。それをちゃんと引っこ抜いてるかチェックする監視員みたいな人いるんですよ。プールの高いところに登って監視員いたりするんですか、うん、あんな感じで、パイナップルの芯を抜いてる私たち監視する人いるんですよ。その監視してる人のことを監視する人もいたんですよ。え、いるみたいな。いらなくないみたいな。そういう意味不明な職場で働いてたこともあります。一番今まで変わったなっていうバイトなんですか？変わったな。え、でもその居酒屋のキャッチとかやってみたかったですね。チュケ麺、食べよう。美味しいですよ。絶対美味しい。うん。絶対美味しいですよね。絶対、はい。だろう。誰ですか、それは。いや、もう食べたじゃないですか。何なんすか、その決め台詞は。面白いです。私何も面白いこと言ってないです。今日泊まっていきます。無理です。お願いします。何のお願いですか？私泊まってほしいんですよ。なんでですか？一緒に寝たい。おかしいじゃないですか。だって私の家来たら絶対泊まるじゃないですか。ちょっとやめてくださいよ。なんでなんですかね。毎回終電ギリギリでぷよぷよフィーバーにハマってしまったり、謎に話し込んでしまったり。そうですね。私好きですよ、ケロちゃんのこと。何がですか？何の話ですか、それは。でもどうですか、本田翼に激似直樹カノンにその前提いりました。今嬉しいですか？もう何もないですよ。毎回聞いてるんですか？本当に。全部動画見てんで、私カノンさんの動画。昔こうなんか物食べるとき必ずやめちゃんって言ってましたよね。 あのクソ寒い一発芸ですね。最近言わないじゃないですか。どうしちゃったんですか？視聴者さんから苦情多くて。苦情来たんですか？規制上げるところになりそうになったらスキップ。規制上げるシーンはやめろとは言わないけども、規制まで何分何秒みたいなタイムコード出しとけみたいに言われましたね。確かに、深いかもしれないですね、これね。深いなのか。美味しいですよね、これ。めちゃくちゃうまい。私のお母さんの唐揚げが世界で一番美味しいと思ったんですけども、余裕でこっちの方が美味しいです。それもそれでちょっと問題ありますね。あんまり喜べないですけども、お母さん一番ってことにしといてあげてくださいよ。あれですね、高校の時のあのチンさんなんですよね。なんで知ってんすか？中国、ね、あ、そうです。この餃子の王将で働いてた時に、はい、チンさんが3人ぐらいいたから、はい、もうチンさんだっつってガチで高校でのあだ名チンさんだったっていう。男の子になりたいからチンさんじゃないですか？なんですか？どういう意味ですか、それは。一体考えすぎですよ。珍しい人だなって、チンって。びっくりしますよ。え、チンさんはどういう意味？2回言ってはいけないっていう。あ、すいません、なんか。これ絶対美味しい。美味しいですよ、これ。いただきます。絶対美味しい。これだ！めちゃくちゃ美味しそう。めっちゃ卵がふわふわなんです、これ。これやばいですね。
うますぎ。これは絶対美味しい。なんなんすかそれは。全然これ取る気ないじゃないですか。なんでローストビーフ取ってんすか。美味しいですよ、これ。どうぞ。絶対美味いっすよ。でも、いいや。いいんすか、なんなんすか。昔甘エビの大食いで私1位だったんですよ。どういう大会ですかそれは。甘エビだけを食べ続ける大会があったんですか。はい、親戚の集まりの大会ですか。はい、私甘エビってかわいそうだなと思うんですよ。なんですか。だってエビってそれぞれ名前あると思うんですよ。ボタンエビ、クルマエビ、ブラックタイガー。まず甘エビ、味覚の名前じゃないですか。まあまあ確かに甘エビってなんなんですかね。別に甘いっていう気でもないよ。めっちゃ怒って厳しい。正式名称ありますからね。うん、なんですか。ホッコク赤エビ。うん、なんつうの、ホッコク赤エビって呼べよ。覚えにくいじゃないですか、なんか。だから、甘エビってかわいそうだなと思うんですよね。あー、なるほど。お寿司で 何が好きなんですか。甘エビですよね。普通、お寿司のネタって、一つのシャリに一つだと思うんですよ。でも甘エビ、二尾ですよ。確かに確かに。かわいそうじゃないですか。かわいそうってなんすか。だから大きさ的に一つのシャリに対して一匹分の価値がないってことなんですよ。だそれもあって私は甘エビって言うとあんまり恵まれないんだなと。恵まれない子供と。2回分なんですか。まあまあ来てないですか。ちょっとズボンの紐緩めていいですか。まあまあ来てますよこれは。あ、リセットされました。今ここでせき止められてたんで。私せき止められてない服装です。で今ちょうどウィーミングぐらいになりました。結構来てますね。嘘でしょ。突然の。私もイチロー選手と同じですね。イチロー選手ってどういうことですか。突然の引退表明。ピークでちゃんと引退すると。そうですね、食べますよね。食べるんですか。もちろん食べます。ケロちゃんに聞きたかったのが、うん、ウーバーやってるじゃないですか、うん、配達員の方、うん、やっていてやべえ客だなみたいな言いました。やべえ客。悪い意味で。現金直接やり取りもできるんですよ。1万円向こうが出してきたんですよ。でお釣りが確か8000円ぐらいで、その時たまたま5000冊切らしてたんですよね。だから1000冊でもいいですかって聞いたら、え、5000ないんですか。別に変わらないじゃないですかお金の価値で。なんかめっちゃなんか嫌な感じで、5000円がいいんですか言われて、いやいや、ないって言ったじゃんみたいな。あ、すいません、なんか5000冊ちょっと切らしてまして、もうみたいな。あ、そうですか。とかも一回ありましたね。どうなんですか。それはまだ序章に過ぎないんじゃないですか。確かにいろいろありますね。あげたら一緒切りないですけど。でもこれ昨日もあったんですけど、昨日夜吉野家をピックアップしたんですよ、はい、で吉野家っていっぱい店舗あるじゃないですか。ピックアップってなんですか。商品を取りに行くっていうお店に。知ってますよ。いいんですか。視聴者さんに分かりやすい。あ、なるほど、優しいですね。優しさです。それでなんか吉野家だったら近くだなって安心感があったんですよ。その近くのどこかなと思ったら、うん、5キロ先ぐらいのドロップ先でドロップっていうのは商品をお客さんに届けに行くと。で5キロ先にその割と夜遅くに、もう隣の隣の隣町ぐらいまで行く羽目になり、もうその間に何回吉野家を通ったんだろう。なんでもっと近くのところから頼まなかったんだろうなと思いつつ、うん、だって高くなるからいいんじゃないですか。配達距離長いから。いやでも大したことないですよ、長さが長くなるっていうのは。儲かってるから。いや違う。さっきからピックとかドロップとかロングとか業界にすれるとこういう感じになる。いやわかるでしょう。確かにでも変な業界用語的なのありますね、ウーバー界で。そうですね、地蔵とか。なんで知ってんすか。地蔵っていうのは、マック前にいるウーバー配達員のことですよね。あと、数珠とかね。数珠っていうのは結構すごいですね。なんで知ってんすか。1件の配達じゃなくて、同時になんか2件の配達になったりとか。うん、なんで知ってんすか。おかしくないですか。私の動画で勉強してんすか、もしかして。何のためですか。ケロちゃんです。ちょっと待ってください。やばいっすよ。今夜泊まって。どういうお話ですか、泊まってって。何ですか、何回ここに泊まったかっていうお話ですよ。私もこの家の住人ですよ、ほぼほぼ。いや、本当に一緒に寝たいんですよ、私。何を言ってんすか。ここで私寝たんですよ、このベッド。このベッドめちゃめちゃ優秀なんですよ。ちなみに。やばいですよ。これは本当に認めます。2時間半ぐらい一緒に寝ましたね。抜け出せなくなったっていうのが、まあ、正しい答えですね。そうですね、ケロちゃんがもうなんか、我慢で。いや、言ってない。でもあれ、シミュレーションしましたよね。ちょっとやめてくださいよ。それは C でしょう。あの、ケロちゃんが童貞だから、男女ってこうやってやるんですか。いや、やりましたけど、そんなこと動画でやらないでください。やめてくださいよ。事実じゃないですか。そんなこと言うと思わないじゃないですか。追い込んでくるんですよ、こうやって。今日止まんないですよ。まだ時間余裕ですからね。なんでですか。全然、まだ9時半ですよ。全然余裕ですよ。でも全部食べきらないと帰れます。いや、ちょっと待って。趣旨変わってます。まあ、確かに食べきりたいですけど。ケロちゃんにとってそのウーバーイーツの配達員やるときって、そんなウーバーの話ばっかり大丈夫ですか。なんか聞いてほしいことがあったら。ないですかね。なんか話しておきたいこと。ないですか。ケロちゃんの昔のインスタとか見ると、本当に私が想像するなんか女子としての青春を送ってるわけですよ。めっちゃ羨ましいなと思って、ケロちゃん女子かと思って。
で、そんなキョロちゃんが私とこうやって今会ってて、うん、私ってやっぱり普通の女子と違いますか？いや、別にそこはそんなことないんですけど、青木かのんという人間に関してはちょっと面白いなという、なんつったらいいですか、青木かのんじゃなくて、はい、岩橋文香。どういう目線でですか？一緒にいて、やっぱ普通の女友達と違うなみたいな、やっぱ男だなみたいな。やっぱ男だって思ったことはないです。マジですか？一回もないです。女友達と言ってもこんな感じですか？はい、変わんないです。変わんないですか？ただボケが多いなとは思います。やたらとボケるなみたいな。諦めが悪いなっていう。諦め悪いですか？諦め悪いですよ。だってずっとやり続けるじゃないですか。あ、でも私、そうですね。ケロちゃんと出会ってから、特定のワードをよく、ボケとして私言うじゃないですか。3ヶ月間ぐらいずっと言い続けてますね。ずっと飽きずに言い続けますね。いや、全然男のおの字も考えたことはないです。なんか嬉しいですね。いや、ガチですよ。ということで、今日はですね、ケロケロマスミさんと一緒にですね、ウーバーイーツをそれぞれ好きなものを頼んで食べるっていう企画をやってみたんですけども、いかがだったでしょうか。ちょっと緩めの動画になりましたが、たまにこういう動画でもいいですかね。はい。たまには息抜き動画という形出してました。ありがとうございました。今回の動画が少しでも楽しいと思った方、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あとケロちゃんのチャンネルと私の SNS リンクも書いてありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。